演舞開演。どうも、本日はこちらのポタポタ焼きを食べたいと思います。亀田製菓、亀田製菓、おばあちゃんの分に、なんだか懐かしい味です。人気ですね。おっと、袋の裏にも懐かしいものが書いてあります。では、いただきます。味はそこまでねじれてないですね。この味をどうか後世に残していきたいです。本当に昔懐かしい雰囲気が漂うさっぱりとした初等醤油で、甘すぎず辛すぎずの程よいバランスがとっても良かったです。サクサクとした食感も良かったですね。なのでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。